こんにちは、こんばんは、サリリン太郎です。今日はね、インスタでいただいた質問コーナーをやったんですけど、インスタでそのいただいた質問を答えていきたいと思います。ごめんなさい、携帯見ながらやるんで少し下向いてしまうんですけど、お許しください。早速一つ目からいこうかな。でで ん, で ん, でんどんなどんな女性がタイプですか。どんな女性、僕ね結構ね喋る人が好きで、そうだな、なんか僕が結構無口な方のタイプの人間なんで、結構喋ってくれて明るい子が好きですね。まあ、見た目で言うと清楚な人が好きですね。ギャルより清楚な人が好きです。続きまして、最近ハマったアニメとかありますか。最近ハマってるアニメはね、あれだな、東京リベンジャーズだな、一択だな。なんか結構僕アニメ見れない、漫画見れないんですよ。なんかその理由も結構飽き性で僕って、だからもうペラペラペラーっと終わっちゃうんですよ。もう無理ってなっちゃう。なんか一つのことに集中できないですよね僕。今はアニメは東京リベンジャーにハマっててダントツマイキー派です。マイキーになりたいですじゃあ続きまして、何カ国語話せるんですか。これね結構ね、なんか僕のウェブのまとめでね結構書かれてるんですけど、朝に言ったら5カ国語喋れるみたいな書かれてるんですけど、実際僕は話せるのは日本語オンリーですね。日本語も危ういんじゃないかってぐらいなんですけど、なんかそれもなんかインスタでちょっと韓国語、中国語、タイ語、英語、日本語なんかの文章を打ったことがあって、それでそう書かれてんのかな。まあでも自己紹介程度だったらできますよ。じゃあいきますよ。じゃあ中国語から。你好，我是林太郎，我很擅长 beatbox。って感じです。今、サリー太郎です。特技は beatbox でって言いました。次、タイ語ね。サワディ、ポムチュー、サリー太郎クラブ、ポンペンコウイプンクラブ、ポムユーティ東京クラブ。です。わかるかな？韓国、アニアセヨ、チュヌリタラサムリタ。それしかわかんない。ぐらいかな。だからちょっとみんな勘違いしないでください。僕日本語しか話せません。はい、続きまして、タイに来る予定はありますか。そうなんですよ、僕ね今タイでバズっておりまして、行ったことあるかな、なんかタイの人が、タイのなんかツイッターかな、ツイッターのファンの方が僕のことを挙げてくれて、それがなんか30リツイートとか言って、この子誰だみたいになって、タイでも盛り上がっていただいてるんですよ僕。ありがたいありがたい、嬉しいですね。でそれで今タイでバズってるのかな。それで結構タイ語、僕のインスタがタイ語で多いかと思いますけど、そこはご了承くださいご了承ください高校生の時好きな人いましたか。僕ね高校の頃好きな人いなくて、僕ずっと6年間バス、中高バスケやってて、もう結構バスケに集中してたんで、もうそれもあって、そうだね、しかも男子校だったんですよ僕男子校だったんで、もうなおさら恋愛ができないっていう悲しいお家です。はい、恋愛対象は上は何歳から下は何歳まで。下はさすがに二十歳でしょさすがに下は二十歳から、私から何歳までいけんだろうな。今僕23なんで、33、4、30、それぐらいはいけるって上から目線ですけど、それぐらいは大丈夫ですね。女性の服装の好みが知りたいです。好みね、結構僕アナウンサー系の服装の人が好きかな、好きかもしれないアナウンサー系の服かな。あんまりそんなこだわりはないですけど、ロリロリめっちゃ
ちゃメンヘラファッションはちょっと苦手かもしれません。現在彼女いますか？いません。S ですか M ですか？いい質問だね。僕はどっちだろうな。人による。上の女性だったら M になって下だったら S かな。いや、交互に分けます。僕は交互に分けてます。次行こう。はい、季節は春夏秋冬どれが好きですか？これは迷うな。全部好き。強いと言ったら夏かな。夏の方がなんか外でいっぱい楽しいことできるし、夏かな。夏が好きかな。夏だな。冬も冬で楽しいですけどね。まあ、全部好き。強いと言ったら夏かな。最後はじゃあ最後いくね。はじめまして。ファンの子は認知してたりするんですか？これね、するよ。これするよ。これ結構ね、コメントいただいてる子らとかだったら、なんかトップ画とか見たらすぐわかる。名前までは正確に覚えられないですけど、よく僕がインスタライブよくくれる子、コメントくれる子とかはすぐ覚えられますね。なので皆さんぜひぜひたくさん僕にコメントしてください。よろしくお願いします。ではあさりりんたろでした。バイバイ。なんかまた質問たくさんありましたら送ってください。 YouTube のコメント欄でも OK なんで送ってください。ではバイバーイ。